どうも、大将です。今日はサントリーのワールドウイスキー青っていう2年ぐらい前に出たやつなんですよ。ちょっと発見したんでね、開けていこうと思います。このサントリー青はね、2019年の4月16日出たらしいですね。だいぶ前に出てね、買ったんですけどね飲むの忘れててずっと置いてましたね。だから限定で最初は発売されたんですけど、今はねもう普通にどこでも買えるようになってますね。結構ね値段がね5000円、定価で5000円ですね。5大ウイスキーをブレンドしたっていう、アイリッシュ、スコッチ、アメリカン、カナディアン、ジャパニーズね、それをブレンドしたっていう、まあ、そういう、ブレンデッドウイスキーですね。ブレンデッドウイスキーのノンエイジでね5000円って言うと結構高いですけどね。まあちょっとね、どんなもんかね、飲んでいこうかな。ちょっと開けていきます。なるほどね。なんかボトルもねこんな感じでね、五角形、多分これ五大ウイスキーを表してるんだと思うんですけど、ワールドウイスキー青って書いてありますね。まあなんか地球を表してるみたいな、世界中の酒を、まあ、持ってきてブレンドしましたよみたいな、そんなイメージらしいですね。よし、いい音がしますね。このなんかボトルかっこいいですね。ちょっとね裏がめちゃくちゃ長いんですけど、ちょっと読みますね。世界五大ウイスキーと呼ばれるアイリッシュ、スコッチ、アメリカン、カナディアン、ジャパニーズ、ビームサントリーが製造し品質を管理する世界五大ウイスキー蒸留所の原酒をサントリーのブレンダーが選定し、匠の技で丁寧にブレンドしたサントリーワールドウイスキー青、世界をつなぐ雄大で美しい海の色、青色から名付けられました。甘く華やかな香りとまろやかな口当たりながら甘みのある味わいで、後に心地よいスモーキーさも感じられる、さまざまな表情を持ったブレンデッドウイスキーです。各国の原酒の個性が織りなす複雑で豊かな味わいの変化をお楽しみください。原材料名がモルトグレーン、アルコール分 43%、 内容量 700ml、 製造者サントリースピリッツ株式会社です。ね、なんか、サントリーが持ってる、原酒をサントリーね結構いろんなところの、蒸留所買い占めてるんでねでその5大ウイスキー全部、蒸留所があるらしいんで、それをまあブレンドしましたっていうやつなんですけど、ちょっと飲んでみましょう。ね、山崎白州の樽も入ってるんで、結構ねフルーティーな感じの香りしますね。甘酸っぱい。原酒の比率的にはね、カナディアンとアメリカのバーボン、ジンビームですね、多いみたいですけど、そんな感じしないですね。でもまあグレーンの感じですよね。バーボンみたいな、すごいバニラみたいな感じでもないんですけど、なんかこうバナナとかパイナップルみたいな、白州とか山崎の香りなんですかね。いただきます。おお、あ、美味しいですね。甘いですね。割と甘酸っぱい感じのフルーティーな感じがしますね。ちょっと後味渋いかな、スパイシーな感じですかね。後味ね、ちょっとピート感ありますね。スモーキーな感じ、まあスコッチの、原酒なんですかね。そんな感じの、甘酸っぱいですけどね、後味ねちょっとピート感あって樽感ありますね。結構甘酸っぱい感じのバナナとかレーズンとか、あんな感じくるんですけど、
美味しいけどちょっと熟成が若い感じでちょっと辛い辛さがね後味結構ありますね。ちょっとロックしてみましょうか。ちょっとロックしてみました。ではロックいただきます。甘さはあるんですけどね、後味やっぱり苦いっすね。タルカンが結構強いんか、スパイシーというか、うん、なんかちょっとそのフルーティーさはねだいぶ消えましたけど、後味渋い感じの、なんていうんですかね、後味もピートもあるんですけど、タルカン出て渋くなって、ね、さっきのねストレートの時のなんか良さがね消えたみたいな感じになったんで、ロックはあんまりおすすめしないですね。ちょっと渋くなりましたね、だいぶ。ハイボールやってみましょう。ハイボールはね、この甘酸っぱさとか出てね、合うんじゃないかなと思う。ちょっとハイボール作ってみます。ハイボールできた。ちょっといただきます。ハイボール多分うまいでしょ、うん、結構その、白州とかね山崎みたいな甘酸っぱい香りがね結構残っていい香りです。ロックの時はねなんか甘酸っぱさほぼ消えてましたけどね、あの甘さなくなってもう渋みだけになってたんです。これ結構香り残ってます。いただきます。ハイボール美味しいです。まあやっぱグレーン感あるんですけど、結構山崎と白州みたいなそんな感じの香りが出ますね。白州みたいな感じですかね、爽やかな感じの青りんご系みたいなそんな感じの香りが出てきてうまいですね。後味ね、ちょっとグレーンの感じなんですけど、ピートもあんまりなくて割とこうフルーティーな感じがあって美味しいと思いますね。これも入れていきます。甘さがあって、ね、後味ちょっと苦い感じありますけど、うん、結構いけるんじゃないですかね。ただ値段ですよね。5000円ですからね、ブレンデッドのノンエイジで。なのでね、ちょっとまあ山崎白州もね結構入ってるような感じの香りはしますけど、後味のね余韻とか香りですよね、そこまでね。もうハイボールとかするとねあんまりやっぱり余韻がないですね。うん、まあちょっと値段的にね微妙に高いような気がしますっていう、そんな感じです。ウイスキー自体はね美味しいですね。ストレートとハイボールは結構うまいなと思いました。ロックちょっと渋み出てね、甘さ消えるんでね良さがちょっと消えちゃうんですけど、それこそね、ハイボールは割とうまいかなと思います。おさです。今日はサントリーワールドウイスキー青ちょっと飲んでみました。結構ね、こういろんな原酒が混ざってるね、ちょっと複雑な感じで、飲み方とかね、まあロックとかでも時間かけて飲むと味結構変わったりするんだと思うんで、面白いのは面白いと思いますね。まああとはね好みですね。結構ね、フルーティーで甘酸っぱい感じが
最初来て後味渋い感じの辛口になるんですけど、まあ、山崎とか、ね、白州みたいな香りとか、味がするんで、割とジャパニーズウイスキーも入ってるのかなと、そんな感じします。後味やっぱちょっとグレーンみたいな、バーボンとカナディアンのね、まあ、原酒が入ってる。カナディアン何が入ってるか書いてないですけど、まあブレンデッドみたいなんですかね。そんな味がしますね。最近ねこの半分の350の瓶も出てるんで、割とね、まあ、今は限定じゃなくね、いつでも買えるような感じになってる。まあそのハーフサイズのやつ買ってみて、美味しかったらねフルボトル買ってみたらいいんじゃないかなと思います。今日はサントリー青飲んでみました。じゃあまた次回、バイバイ。